だから自分の家じゃっていう、まあそういう気持ちはあるけど、なんか一人家に帰ってきたような感じよね。こう話すのは美郷町和田地区の峰元明さん76歳。去年の台風14号で自宅横を流れる耳川が氾濫、 1.7 メートル床上浸水する被害を受けました。自宅のリフォームを終え、峰さんは昨日5ヶ月ぶりに妻と共に戻ってきました。やっぱ帰ってきてくれてありがとうって言う人もいたしね、嬉しかったね。やっぱ家を建て直して帰ってきたってことはやっぱり良かったかもしれんね。美郷町の和田地区は2005年に続き、去年の台風14号でも地区内を流れる耳川があふれ、住宅など18戸が浸水する被害が出ました。台風からおよそ5ヶ月、近くの耳川では今週から本格的に川の土砂を取り除く県の災害復旧工事が始まりました。台風により川には大量の砂や石などが残っていて、県はおよそ200メートルにわたり土砂およそ1万立方メートルを掘削する予定で、梅雨までには工事を終えたいとしています。家族、娘たち、孫たちがいなければ私はこの家を復興 しなかったかもしれない、うん、子供や孫たちのためにふるさとを残したいという思いで自宅をリフォームした峰さん、今後安心してこの和田地区で暮らせることを願っています。もう台風が来るたびにビクビクビクせねがんってね、もう心配でね、それがもうねなくなれば一番いいじゃけどね、それをもう期待しますね。